していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。大体6作品くらいをまとめてレビューするのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。美醜の第一復讐のために顔を捨てた女。クソ激烈に面白い女性向けアサシンクリード漫画。シナリオは、大正あたりを舞台に、生まれと器量が悪い以外の欠点が存在しない貧困法制な女が主人公。こいつが、貴族のドキュンしかいない女学園に入って、そのドキュンたちからいじめというかリンチされるという、胸クソを読者に見せる。その過程で読者に思う様の胸クソを見せた後に、主人公の家族をドキュンたちが焼き殺す。この作家は不特定多数の女性が持っている、陰湿な胸クソを表現するマエストロなのぜ。読んでてここまで不特定多数の女性が持っている、陰湿さとか姑息さを表現できててすげー、ってうなる作品なのぜ。ちょっと話を脱線しますが、ノルウェーかなんかで、なぜノルウェーが先進国になれないのかというアンケートに女性の政治家が少ないからってのがあって、別におまんじゅうは男尊女卑じゃないし、ぶっちゃけ、男がメインで国家運営する社会もクソだと思うんだけど、女が主導で国家運営する社会って、社会全体が陰湿になって、見えないいじめだったりリンチがめちゃくちゃ増えるような、息のする場所が存在しない社会になるんじゃないかなって思いました。まる、机の上でニコニコ笑顔で握手して、机の下でスネを蹴り合う陰湿な感じが女主導の社会な感じだと思うのぜ。腹芸ができない、多数派工作が苦手な、一匹狼にはしんどい社会になりそう。まあ、言いたいことは、どっちかの性別だったりイデオロギーに偏った社会よりも、絶対国家が存在しないなら、すべてのイデオロギーが平等に権力を持った社会が、安定するんじゃないのかなって思ったのぜ。で話は戻るけど、家族を焼き殺されたことに激おこぷんぷん丸した主人公は、娼婦として種銭稼いで、美容整形して、器量も気立ても良い究極生命体になった後に、DQM どもにお礼参りに行くというアサシンクリードが始まる。クソよくできたざまう作品、真実はなく、許されぬことなどないのぜ。この漫画の文芸部分は、圧倒的な演出さの表現でありざまう大将の演出さもそうだが、主人公の復讐する過程での全部奪って、絶望の底まで落とした後にざまうしてやる、という意気込みと根気の強さがモルトベーネな作品。おまんじゅうたちはあんこの中で思ったならその時すでに行動は終わっているんだ、っていうタイプのエンタメ作品が好みです。陰湿な復讐な部分もベネで、例えば、ドキュンたちが太い旦那と結婚して、既得権としてチヤホヤされたいみたいな最高の山に対して、その旦那にハニトラ仕掛けて、旦那の寵愛と従業員の信頼を血の底まで落とした後に、じゃあ、死のうか暗黒美少、という感じの徹底さが見てて徹底してておもろいのと、ドキュンたちもタフで、逆恨みパワーで主人公チームと戦う感じだったりがベネ。あとは、主人公は朝繰りをする過程で、ブラザーフットを作るのだが、そのブラザーフットたちが主人公の気立てと心意気に惚れたから付き合うという感じもベネ。この漫画は息の長い長期連載作品であり、おまんじゅうはよくリベンジシナリオでは、1巻1冊くらいのボリュームがちょうどよく、それ以上引き伸ばすと間延びしちゃうから、読者が途中切りする確率が増えるから、リベンジシナリオの長期連載はおすすめできないと散々言っているが、この漫画は例外、確かに途中間延びする部分は出てくるが、陰湿さの表現をする上で、まあこのくらいのボリュームは必要だろうなって思うし、この漫画は不特定多数の女の陰湿さを非常によく描けておりでね、スラムダンクって連載中は、いつまで山王戦やってんだよ。って感じのすっぽいシナリオの遅い漫画なのぜ。だけど、完結した後に単行本で読むと、一瞬で山王戦が終わるのぜ。この漫画はそんな感じの漫画なので、連載が完結したら一気読みするといいのぜ。次をめくるページが止まらない作品であり、もう待ちきれないよ早く出してくれという感じの漫画であり、連載が終了した後に読まないと、続きが気になって眠くなるまで眠れない作品。大正純愛復讐譚母を焼き殺された私は鬼とかす。リベンジシナリオ。まあ、リベンジシナリオ書くなら、序盤にそういう展開にするってことはわかるんだけど、そこはもうちょっとって感じの漫画。この漫画は別に取り分けて面白くないわけじゃなくて、普通のよくあるリベンジ漫画なのぜ。ただそれってどうなのってのがあっていいサンプルだから。シナリオについておまんじゅうが思うやっかみというか、重箱の隅を用事でほじくる行為をするのぜ。器量が良いせいでクズの男から手ごめにされた、カッチャマを持つ女が主人公。このカッチャマが大正時代で女で一人で娘を育てるのが、無理ゲーということから、自分を手ごめにしたクズの家に依存することを選択する。まずはじめに、私の幸せな結婚って漫画で、主人公が、もしも私がこの家から追い出されたら、私はのたれ亀をベラするか娼婦になるしかないだろうってシーンがあって、おまん
般重的には大正時代に生きる女性の選択のなさに胸クソが悪くなるのぜ。そういう意味では選択できるようになった現代の先進国はマシな時代になったと思います。不満は残るだろうけど、大正時代にスポーンするよりも100億万倍マシだろって話なのぜ。で話は戻るけど、そのクズの家でカッチャマと一緒にシンデレラさせられていた主人公、なんやかんやあってクズの家の娘がカッチャマと一緒に主人公ともども放火してぶっ殺。ところがギッチョン、主人公は生きていて、その後なんやかんやあって主人公のカッチャマのことが好きだった金持ちの足長おじさんの日ごと寵愛を受けて超絶有能マンになった後に、そいつの家の家庭教師という感じで侵入して復讐を始めるというシナリオ。ちょっと待つのぜ。君のような勘のいいおまんじゅうは嫌いだよ。私、気になりますなのぜ。そうなんだよね。このシナリオには実は大きな穴が開いていて、そもそもこの漫画は成立しない漫画なんだよね。ぶっちゃけそれが気になっちゃって気になっちゃって、夜、眠くなるまで眠れない漫画です。そもそも、カッチャマは、自分のことを好いている足長おじさんの家に駆け込みデラをすれば、全員ほぼハッピーってシナリオで、このカッチャマは、生粋のマゾプレイヤーなのかトンマなんだよね。リベンジシナリオにするためなら、この足長おじさんはぶっちゃけ邪魔で、放火を逃れた後に宝くじ当たって金持ちになりましたとか、金持ちのエゲレス人の色になって、復讐するための牙を磨いていたとかにすればいいのに、この足長おじさんを出しちゃったことで、少なくともおまんじゅうの興味が、一気にそっちに持ってかれるという感じの文芸漫画。少なくとも、実家に帰る足長おじさんに日ごと寵愛を受ける超えられない壁クズの家で奴隷をする、だと思うので、まあダブル復讐をしたいという漫画なんだと思うけど、リベンジものってしっかりプロット作ってから、始めた方がいいって思える教師のような作品、仇討ち娼婦家族惨殺から始まる血の報復、息の長い話というか、途中脱線するが、普通にシナリオが面白すぎて、早く出してくれよもう待ちきれないようになる漫画。この漫画は主に婦人とか主婦とかいった層が読む雑誌であり、ヒルドラとか好んで見る層が買う雑誌なのぜ。だから、陰湿の描き方が極上であり、美醜の大地もそうだけど、女の陰湿さを描かせたら一流の漫画雑誌なのぜ。この漫画の主人公の前半の凄まじい境遇の描き方は、人間の男には描けないだろうなって思える辛辣な表現しててべね。とりわけ、創上手って部分は、主人公一人の力じゃどうしようもない、ただただひたすら運が悪いとしか言えないって部分を、書き切っている部分がモルトベーネなのぜ。この漫画は美醜の大地がまっすぐシナリオを、消化するタイプのアサシンクリードだとしたら、この漫画は中盤に、シナリオが脱線します。しかし、読者としては、いや、それでもいいんじゃないの？むしろそっちの方がいいんじゃないの？という感じにシナリオを作る感じがベネである。クソ時代に生まれたけど一生懸命前を向いて生きる主人公に大変好感が持てる作品。内容は大正とかそんな時代で女性が娼婦になるか嫁ぐか以外にほぼ仕事がないというクソ時代が舞台。ここで学がない農民の子供として生まれた女が主人公。こいつがその村の権力者に学のなさをつけ込まれて一家もろともボロ雑巾のように胸クソされる。さらにはそこからも主人公のことを搾取することしかしないようなクズたちに搾取され続けるという胸クソシナリオをされまくって、魂が摩耗してロスしていたところに偶然主人公一家を骨の髄までしゃぶったクズの三下が現れる。ここでそいつをぶっ殺すことで人生の意味を見出した主人公がラスボス化したクズをぶっ殺そうぜってなるんじゃないかなと見せかけて脱線する漫画。漫画としてクソ胸クソが悪くなるモルトベーネな部分は、主人公一家は学がないために騙されるという描写であり、この漫画を通して義務教育のありがたさがマジであんこに染み渡る。闇金牛島くんでもそうなんだけど、いにしえの昔から学がない奴は搾取される社会なのぜ。で、2024年のジパン部ならインターネットや図書館を使えば誰でも学ぶってことはできるのぜ。バカが搾取される社会は許さんって感じで、学ぶっていうクソ面倒くさいことを放棄したいって怠けはしないで、そういう社会なんだから面倒くさくてやりたくなくても自分のために毎日学ぶってことが大事なんだなって思える作品なのぜ。ここからネタバレになるかもしれないけど、この漫画はそもそも学がないということがキーポイントになっていて、学がないというのは、ニアリーイコール自分で考えることができないってことだから、学がない人間というのは学がある人間や権力に対して、霊属的になる確率が非常に高まるということなのぜ。で、自分の村以外の社会を学ぶ機会が存在しないと、そもそも外に逃げるって選択ができないわけ。例えば今なら運悪く田舎に初期スポーンしたとしても、田舎で村八されても、都会ってものを知ってるから、都会に出るって選択できるのぜ。これが、教養がなくて、都会という情報を知らないと、逃げたところでそこは先祖のない精神と時の部屋みたいな真っ白な何もない空間だから、衣食住どうすんべ？
ってことになるから、なら、食べるに困らない奴隷の方がまだマシって感じになって、逃げるって選択が生まれないんだよね。で、そういうことをこの漫画は、前半に読者に嫌ってほど胸クソを含めて表現するわけ。この部分の表現がガチでゴイスーな作品。さらには、たとえどんなに器用で成功した権力者だろうと、こっそりスマホでクズ行為を録画して、アップロードすれば一発で会社と社会的地位を地の底まで落とすことができるという、ほぼ誰もがやる気さえあれば簡単に権力を持っていようが、引きずり落とせる社会はガチではありがたい社会だと思う。もちろん、SNS が持つ負の側面もたくさんあるので、ただ、義務教育によって、クズや悪から騙されないようになる可能性が増えるし、SNS がないこの漫画のような対象の世界であれば、権力と金を使って、どんなに訴えたところでも握りつぶされるだろうということを想像すると、今の社会は、不満はあるだろうが、大正時代の100億万千万倍マシだと思う。この漫画は途中脱線して、さらには、前向きに人生を生きなよというすんばらしい助言もあり、選択次第では別の選択肢をしてもいいんじゃないの？と思える感じだし、その脱線に共感が持てる感じのシナリオ進行もでね、クズをぶっ殺した後の、自分で考える能力に目覚めた後の主人公の、前向きさとひたむきさのキャラデザだったりもでね、とてもよくできた前半は胸クソだし、人を選ぶかもしれないけどリッチなシナリオの漫画であり、とても面白いのぜ。ほんまもんの大正時代が、この手のフィクションよりもクソなのか、マシなのかは知らないけど、少なくとも2024年は大正時代と比較したら、クソ激烈にいい時代になったと思う。別に、2024年がパーペキで終了って意味じゃないのぜ。ただうちらおまんじゅうがどっちの時代に転生しなければならないか？ってなら、2024年一択だろってことを言いたいのぜ。